沖縄北部ヤンバルの国頭村というところに来てます。ここは大変貴重な多様な生物がたくさんいるということで、特に皆さんご存知の、ヤンバルクイナっていうのはなかなか見られないんですけども、実は先ほどですね、私たちが座ってるところからなんか急にヤンバルクイナが出てきて、で、木に登るところまでずっと見たんです。2、3匹いたと思うんですけども、あのガイドのね、平さんもちょっとびっくりなさったということなんで、ちょっとこの辺の状況をお伝えください。はい。私がだいたいヤンバルクイナを夜案内するのは暗くなって、ヤンバルクイナがだいたい木に登った状態を、皆様に一応見学していただくツアーをやってるんですけども、今日は多少明るいうちからヤンバルクイナが出てきて、とことこと歩きながら、木に登る姿というのは今まで初めて見ました。非常に貴重な体験ですね今日は。はい、いや、私たちも何気なくこれからのナイトハイクを始めようかというところでですね、ちょっとびっくりしましたけども、これ他にはですね、どういう生物たちが見られるんでしょうか。はい、ヤンバルの希少生物、特に天然記念物と言われるのほとんどが夜行性なんですね。ですからヤンバルクイナだけが、希少な生き物で、ここの代表種ではないんですよ。夜は夜でやっぱり爬虫類とか両生類、特にカエルの仲間が多いですね。例えばホルストガエルとか花咲ガエルとかですね、ナミエガエル、ほとんどこのヤンバルの固有種と言われる生き物たち、または夜はコウモリとかも見ますし、フクロウ類ですね、3種類夜出てきますよね。ですからヤンバルクイナも非常に貴重ではあるんですが、他の生き物も貴重なんでですね。280ぐらいありますね。これはちょっと攻撃的だから。長いわ。よかったな、引いてないわ。すごい。引かれてないから心配だった。これ何ですか？これ赤股ですね。赤股。はい、スネークイタってヘビ食うヘビって言われてるヘビです。ちょっとカマクが編めげて、何やねんお前らって言ってるよ。結構これ気性荒いんですよ、向かってきますよ。何やっちゃうんですか？ちょこっと手出すと向かってくるから。なんかカマ、ね、首上げてるじゃん。そうそう、ほんとほんと、ほら、上がった怖い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 何？え、怖い、飛びかかる。毒はないから。どうやって言うねん。何しろっちゅうんじゃみたいな感じしますね。確かに。別に噛まれてもどう？痛いですよね。どう？痛い。今日のゆからきに新都内88番地宮城薩摩が不死うがり運の距離。まだ大丈夫ですわ。それでたどり着いたここになんか、はい、巨大なサークルっていうか、ね、サークルがね、さてここは何でしょう。はい、こちらはですね、大府時代からの通信、要するに島から帰ってくるものとか、あるいは船、外国船の時は三橋、三つの方乗るし上げなさいと。で、一隻の場合には一つ、二隻の場合には二つ乗るし上げなさいということで、多分これからその60メートルほど行ったところに一つ、ここ真ん中、それからその辺の先の方向にですね、もう一つあって、これが要するにのろしというのが、通信手段だったわけです ね。 そうですね。これどこから来てどこに伝わるやつなんでしょう。ですか、これの古文書の場合にはですね、今までの解説では、与論から伊是名に伝わって、で伊是名から辺戸岬に伝わるということが書いてあるんですね。で、これは非常に疑問だなと思って、今年の2月に与論まで行って確認してきたんです。そうすると与論からは伊是名には行かないで、与論からは辺戸岬だなというのは
私は確信したんだけど、それをまだ明らかにするわけにいかんで、ここでその野呂市の担当が要するに、はい、与論からこう入ってますね、こう南下してきますよね、北から南に信号は行くと、要するに南から北には信号行きませんという解釈を私はやってるんですけど、横一列に、まあ、およそ60メートル間隔で3つの野呂市のこの台っていうんですかね、と我々が立ってるここは何百年ぐらい前のやつですか。ですから多分280-300年ぐらいの、なるほどね、1640年じゃない、そうそうそうですよね、野呂市が琉球に配置されたこの、ですからその頃の運がそのままその遺構としてそのまま残ってるのがもう維持しかないんじゃないかなと、で結局氷もそうですし中南部回ってももうほとんど切り取られて、ここにあったという遺跡しか残ってないんですね。現在の遺跡が残ってるのはもう多分維持くらいなもんでしょうと私は思ってます。珍しいですね。珍しいですね、うん、ここは観光名所になりますね。だからいやこれはね観光名所というよりも、うん、沖縄の通信手段の最古の施設です ね、 ここは、ねええうんうん、これ学者も誰も確認してないまだ、うんうん、誰もこの位置については誰も見てます。要するに、里の方から見て、あ、遠見は向こうだよ、うんうん、あ、そうかいうことでみんな文書書いて、うんうん、発表してるだけで、ここに登った方はほとんど学者としてはまだいないですね。なるほど。